ぶり。久しぶりやんな。お久しぶりです。ええ、言うてやったやん。スタジアムで。やった。ね。大好評。いや、そうなんや。ったって。いや、僕の。いやいや、またやるからあれ。大好評。心配してらっしゃる。そう、俺一回で終わったから。あれ？大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫だ。他のイベント入ってたから。できへんかっただけやから。ね、またやってくし。ね。やるんですかまたあれ。またやるやる。やるし、これもやってくから。テーマ広げた。もう。はい、お気に入りの曲聴いていくよ。わあ、言うと、おい、あそこ筋トレしやすい。言うと、かぶる、かぶる、かぶらんね。かぶるだから、どうこっちいるん、遠くやん、遠くやん。えか、でもかぶった方がいい。先言ったもん勝ちやから。せーので、なんでせーので、ハモれるん、ハモれるぐらい。合わせてないっすよ、合わせてないっすよ、全然。おでも、いけそう。多分、多分絶対無理や。なあ、やってみ。せーの、伸びしろ。すげえ、俺違うこと言ってたんや。何それ。クリーピーナッツの伸びしろです。伸びしろ。え、なんで2人揃ったん。一緒に聴いてるとかじゃないやろ。まあ、あ、でも、ね、去年これ出たのが去年の、うん、夏ぐらい、うん、そんぐらいだったんで。似てた曲で、去年はおーおーおー、一緒に住んでたんで、うん、一緒に住んでたんで、一緒の部屋住んでたみたいな言い方すんなよ、はい、曲聴いてるってなったらもう絶対一緒の部屋におるやん。まあよくおったしな。いや、車とか車です。ああ、移動。ああ、で交代交代で車出してたん、ね、そっかそっか。その時にかけてたってこと。そうですね、そうなりますよね。そうなりますよね、はい、が僕のお気に入りの曲になりました。ああ、うん、え、最初は高谷から。いや、その時ちょうど多分クリーピーナッツハマってたんですよ。俺がどっちの話、どっちやねん。もともとあんまクリーピーナッツ知らんかったんですよ。高谷聞いてて、聞いてて、おお、この人たちこっけえなと思って、おうおうおう、クリーピーナッツ聴き始めて、うん、新曲出て、うん、それが俺のフェイバリットソングになって、なって、でも高谷もまあそうですね、なってんねや。一緒やん。俺がとかじゃないな、もうな。俺のっす、これは。もうなんでやねん。あ、そうです。そういうことにしましょう。いいの？譲る？譲りますもん。ほんと？僕たくさんあるんで。俺の。どういう曲なん？伸びしろっすよ。やっぱ二人の。そうです。今後の。そうっすね。伸びしろ。私も理解で薄いんちゃうんだよ。すっと入ってきたんや。俺たちも伸びしろあんじゃと。伸びしろしかない。ないわみたいなのあるんすよ。あ、あんねやな、ちゃんとな。うん。俺らやんって。俺らまだ伸びしろしかないわって戦って、うん、俺らですね、もう俺らやな、もう俺らやなみたいな。ああ、なるほど。そんな会話もしてへんのかい。そんなこんなんで、はい。もう俺工事に行きたいわ。俺も工事に行きたいね。え、はい、早く。もう二人もうええわ、もう僕らはもういいです。やろ、もう一緒やったし。僕お気に入りのアーティストなんですけど、うん、藤井風さんみたいな。おー、岡山出身の。さすが。大好きっす。ほんと、はい、あのコロナの時に、うん、あの藤井風さん多分中学校ぐらいから、うん、自分で YouTube に動画上げてたでしょ。はい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 。その時のなんかピアノの演奏と、うん、自分で歌って、で完全耳コピみたいなのあって、うん、その自分の耳で聞いたものをピアノで奏でるのがあって、もうその時それ聞いた時にもう天才だと思って、おやべえと思ったら、その直前ぐらいにアルバム出してて、うん、アルバム聴いたらもう本当にかっこよくて、うんうん、超のめり込んでます。ドハマり。はあ、い、最高っす。そして岡山に来る。そうです、なんかご縁だなと思って。いいね。より好きになりましたね。おお、どういう時聴いてるの。いや、でももう本当に練習来る時とかも聴きますし、うんうん、でもあんまモチベーションを上げるっていうような感じではなくて、うん、単純に常に隣で。ああ、うわ、なんか隣に風いるみたいな、風いるみたいな、いるみたいな、はい、感じで聞いてます。助手席にいるみたいな、はい、はあ、かっこええな。言うこともかっこええわ。うん、影響を受けてるわ、はい、俺も聞きます。うん、ええよええよ、無理せんで。 YouTube 見てみて。 YouTube、 そうや、そっからやもんね。あれしか知らん。うん、どこにいたのってやつ。おう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 。なんかもうそれでポッカン行ったけど、たやん。それでその前からすごいいい。岡山の人なんだね。いや、もうぜひまた一緒に、じゃあ今からクリピナッツ聞いてください。隣に藤井風を乗せてドライブしてます。帰っていきましょう。二人は今日は別々。はいはい、はい、じゃあ別々やのに同じ曲聴いて帰ろう。
伸びしろ聞いて帰ろう。はいはい聞かんなこれ全然合わん。ほんまや双子ちゃうしな別にな。そうですね双子キャラちゃうもんな。双子あれ双子コーデです。双子コーデ下も揃えんかい。あ、すいません終わるかそろそろ。ありがとうございます。はい、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。